ありがとうございます。一難去ってまた一難、よう引っかかるようになりましたな、そなた。これどうにかなりませぬかな。午前中からずっと気になっておったのでございまする。これが太刀に引っかかり、気づけばこのような状態になっていることが、なんとかなりませぬかな。こちら、いや、ぜひともこちら詰めていただきたいものではございまするが、大袖にとっては仕方のないことなのかもしれませぬ。これは失敬、取り乱してしまいました。私は橘花血資料館ミュージアムキャラクター橘雷霧丸と申します。さあ、私のことご存知であるというお方、あれ、意外とおられました。あ、さようでございましたか。いや、皆様方はさておき、あの、そちらの方でまさか手が上がるとは思ってもおりませなんだゆえ、いや、そちらでござりまする。そう、そちらのポスターが私でござりまする。ちょうどようございましたな。ぜひとも私のパフォーマンス見ていってくだされませ。さあ、私はミュージアムキャラクターとして2017年の12月より活動をいたしておりまする。この柳川の地にも随分と私の名が広まってきたものでござりまするが、ぜひ今後とも皆様方に私雷霧丸のことを広めていただきとうござりまするゆえ、まずはこの場にて名乗り口上を披露させていただきまする。いつも銀千代桜を歌うときに使っておるこの扇でござりまするが、あの、どうしても水に照る月の扇はもうゆるゆるになってしまいましたゆえ、まだマシなこの扇を使わせていただくことといたしまする。銀千代桜は歌いませぬからな。変な期待はしないでくだされませ。あ、振りではございません。本当に歌いませぬからな。では参りましょう。また引っかかっておりましたか。こちら証拠映像としてしっかり残っておりまするからな。さ、では参りまする。本日午後のパフォーマンス名乗り口上は特別版にてダンザエスパーダデフィーダ、皆様方とくとご覧あれ。デフィーダ、皆様方誠にありがとうござりまする。さて、ではこれからのお時間、少々お待ちくだされませ。私の懐の中の四次元が私のマスクをどこかにやってしまい申した。少々お待ちくだされませ。見つけ申した。
ではここからのお時間、ぜひ皆様参加型となりますレクリエーションコーナーをやってまいりましょう。本日景品は何枠ございますか？3枠そのこと。ではでは皆様方、これよりはお気軽に、そして短時間で参加いただけるイベントをご用意いたしました。私とのじゃんけん合戦でござりまする。ぜひともこちら参加したいという方はどうぞ中央付近に集まってくだされませ。本日私、あ、じゃんけんよろしゅうござりまするか。本日私とじゃんけんを勝負いたし、勝利なさった上位3名が景品を受け取れる仕組みでございまする。ぜひとも皆様方参加して、共にコロマを盛り上げてまいりましょう。ではじゃんけんに参加いただけるモノノフたちは拳を天高く突き上げて、さあ出場者まだまだ募集中でございまするぞ。ありがとうございまする。こちらの方よろしゅうございまするか。若、じゃんけんいたしませんか。さあじわっとその手を上げるのでござりまする。もう少し、もう少し、ちょっと恥ずかしいござりまするから、いや、偶然私と同じようなお洋服を着ておられまするから、共に参りましょう。さあ、ありがとうございまする。では、他にはよろしゅうござりまするから。さあ、では、これにて応募締め切りでございます。ここに、令和の戦の火蓋が切って落とされました。2021年6月の27日、どうやらカメラマンも参見ではなくなりません。参加するようでござりまする。じゃんけんが専用意。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。さあ本日私はパーを出しましたが、あれ、見事にほとんどの方がチョキを出されておるようでございますな。さあ、まさか私と若だけが負けてしまう形となりましたが、あれ、皆様方どこかで何か通じておったのでございまするか。これだけの人数がおりながらグーが一人もおらんのでございまする。つまりこれだけの人数がおりながら私と若だけが負けてしまう形となってしまいました。いやー、まことでございましたが、では続いて第2回戦参ります。先ほどチョキを出されたお方参りましょう。拳を天高く突き上げて、じゃんけんが専用意。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。さあ今度はいかがでございます。おれ、なんとなんと、まずはお二方決まったようでございまするな。おめでとうございまする。ではまずは、二人勝ち残りとのことでございまするゆえ、どうぞ景品をお受け取りくださりませ。さあ本日景品として用意させていただきましたのは、ミュージアムキャラクター缶バッジ。そこに私ライキリマルのチケットホルダーをつけて差し上げまする。どうぞお受け取りくださりませ。さあでは先ほど残念ながら負けてしまったという方、景品は残り1枠ございまするゆえ、もう一度参りましょう。さあ拳を天高く突き上げて、じゃんけんが専用意。その前に木崩れを少しばかり直しまして、参りましょう。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。さあまさかの3連続パーでございまするが、お、また勝ちましたか。勝ちましたか。勝ったら、先ほど少し一度負けてしまったようでございまするゆえ、そちらの姫に景品をプレゼントいたしまする。どうぞお受け取りくだされませ。おめでとうございまする。さあこれで景品上位3名分は決まりましたが、せっかくでございまするゆえ、若、何か景品欲しいございまするよな。ありがとうございまする。ではでは若に私のチケットホルダーを差し上げましょう。どうぞお受け取りくだされませ。さあこれにてじゃんけん合戦はしまいとなりまするが、皆様方の中でチケットホルダー欲しいぞというお方おられまするか。よろしゅうございまするかな。かしこまりました。ではこれにてじゃんけん合戦および景品贈呈のコーナーはしまいといたしまする。皆様方誠にありがとうございました。と話しておる間に次の演舞の準備をせねばならんかったのをすっかり忘れておりました。あれ、少々お待ちくださいませ。随分と絡まっておるようでございます。
さあ、では皆様方、今現在のこの様子は橘家資料館ミュージアムキャラクター公式インスタグラムにてインスタライブ配信中でござりまする。ぜひともこの我らミュージアムキャラクターのインスタグラム見てみたいというお方は必見でござりまする。私だけではござりませぬ、もともとキャラクターとして活躍をしておられました橘宗重様や銀千代姫様、さらに私だけでなく火縄銃の墨縄や現役活躍中のサブキャラクター柳川藩の2代藩主橘忠茂など様々なお写真が眠っておりまする。さらにそこに加えて昨日の一夜限り姿を現されました藤四郎義満、我が橘家資料館の国宝である担当がキャラクターとしてインスタグラムに載っておりまする。ぜひともこちらおすすめでござりまするゆえ、皆様方もしインスタグラムフォローされておらんというお方はフォローの方よろしくお願いいたしまする。して毎週土日はこのようにインスタライブ配信を行っておりまするゆえ、その都度共に盛り上がってまいりましょう。皆様方盛り上がっておりまするかな。ありがとうございまする。ではこれより本日最後の演目を披露いたしまする。いや、曇り空を青空に変えるとは言うておりましたが、なかなかに太陽が顔を出さんようでござりまするゆえ、逆にここまで来たとならば雨乞いをさせていただきまする。最終演舞は扇はまだでございました。最終演舞は稲妻水に照る月、皆様方へ鈴見を差し上げましょう。とくとご覧あれ。
演舞稲妻水に照りつき、そして本日の館外パフォーマンス午後の部をしまいといたしまする。皆様方、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。思えば稲妻水に照りつき、一度として扇の舞のところを成功したことがござりませんが、やはり扇を投げるとなると天候の影響を受けやすいともなりますが、まだまだ私には精進が必要なようでござりまする。これでも裏ではきちんと練習をしておるのでござりまするぞ。皆様方、今後とも私来霧丸をどうぞお見守りくだされませ。ではこの後も引き続き柳川での旅をこっぽらっとお楽しみくだされませ。あ、ちなみにこの後私ガチャポンを引きに行きますゆえ、少し本日は早めに終わらせていただきましたが、私が引くだけでござりまするからな本日は。まあそこを取っていただくことは構いませんが、昨日忠重殿や銀千代姫様にたくさん引いてもらったことでござりましょう。ゆえに私が引いておるところを見るだけでござりまするからな。さ、それでは皆様方、またどこかでお会いいたしましょう。多分あそこでお会いいたしまするが、ありがとうございました。良き旅を。ありがとうせんね、ありがとう。よろしゅうございます。最後に何があったっけ、私に見せてくださいね。ジジジジジ、あ、なんと姫が引き当てたのは、あ、すごい、こちらのビッグサイズ缶バッジ、よろしゅうございます。お当たりだ。それと同時に私の引きの強さをその場で見せることが叶いました。では、ありがとう。ありがとう。あっとありがとうございます。さ、それでは皆様どちらを回していただきとうございますか。キャラクター。キャラクター、かしこまりました。では誰を引き当ててほしいとございますか。姫様。銀千代姫様、はい、かしこまりました。では参りましょう。それでは参りまする。皆様方、しかと見ておかれてくだされませ。このように大根の小太郎の時もそうでございましたよな。それではさすがに無理でございますよな。あ、ではでは皆様の中で欲しいお方おりまするか。ちなみに、こちらは立花宗茂沢の金白檀塗りいろいろ脅し壺袖の、全身を復元したバージョンの宗茂様でございます。欲しいございまするか。さ、ではこちらよろしゅうございまするかな。かしこまりました。ではこちら差し上げましょう。どうぞお受け取りくだされませ。あ、そちらシャッターを押さえる。では皆様方、本日の私の出陣は以上でしまいでございまする。そしてインスタライブ配信ガチャポンコーナーもここまで。では皆様方、ありがとうございました。またどこかでお会いいたしましょう。